中京 TV スポーツ。エンジンを組みます。そして中京高校のベンチ、左が城山監督、3年間面倒を見てきた、右が山口コーチ。延長戦の前半でもまだ決着がつきません。後半戦10分が始まりました。さあ残り10分にかかります。これでも決着がつかない場合には PK 合戦へともつれ込みます。放送席でこうして実況をしていても、応援団、両応援団のすごいこの応援の声にかっこよさそうであります。愛知高校のここでフリーキックであります。もう全員総立ちであります。まだ決着がつきません。どうしても1点が入りません。両チームです。中京がこれはちょんと出したがタッチラインを越えております。延長戦の後半に入りまして、残りもあと6分というところ。さあ門番が入ったか。愛知、誰だこれは。12番だ。愛知高校の12番近藤です。準決勝に続いて準決勝からこれが3点目あります。いやー、愛知高校近藤、延長戦の後半4分。いやー、もうベンチ前はもう本当に試合が終わったように大騒ぎであります。いやー、しかしまだ試合が続きます。ここです。近藤が挙げました。チーム一のパワフルプレーヤーと言われておりました。準決勝の2点を挙げました。そのまま余韻です。放送時間がもう残り3分。先制点、やっとここで愛知が。しかし中京もまだ攻め込みます。ゴールキーパーがよく取った。そしてそのゆっくり腕を組んで、まだ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 という話です。ちょっと画面の方で見ますと、大地監督の顔がやや青ざめているかなというような気がいたしました。おそらく今の1点にしびれたでしょう。近藤に感謝の気持ちでしょう。いや、近藤が先制点。放送時間の方があと残り2分ほどになってまいりました。愛知高校が1点、延長の後半になって先制いたしました。キーパーが弾いた。しかしこれを中京高校よくしのぐ。中京高校としてもまだ諦めてはいけません。得点は1点です。朝日が行きます。いや、これはダメです。そしてもう一度つながるか。村上キャプテンだ。真ん中通るか、通らない。さあ朝日がこのボールをカットした。パスが通れない。つながりません。さあ中京、いやー惜しい。16番河内、まだ中京高校が得点することができません。さあ手元の時計でだんだんなくなってまいります。もうすでに10秒単位です。あと残りどうでしょう、10秒か。もうほとんど時間がない。そこでこれはまだ試合終了のホイッスルではありません。フリーキックが与えられました。中京高校です。おそらく最後のこれがチャンスでしょう。いやー、ここで主審のホイッスルが鳴って中京高校敗れました。2連覇なりませんでした。愛知高校4年ぶり5回目の優勝です。4年ぶり5回目の優勝、愛知高校。しかし両チームとも全力を尽くしました。中京高校もよくやりました。これは大変な騒ぎになってまいりました。優勝の愛知高校をめがけて応援団やら、そして選手やらが殺到しております。グラウンド、すごいことになりました。愛知高校、近藤の決勝点で見事4年ぶり5回目の優勝を果たしました。愛知高校の決勝戦進出は優勝につながるというジックスがまた今年も行きました。優勝いたしました4年ぶりの越智監督であります。越智監督です。それでは林アナウンサーの方から越智監督にちょっと勝利者のインタビューです。林さん、聞いてみてください。いや、それどころじゃないかな。越智監督優勝、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、本当に夢みたいですね。苦しい試合でした。そうですね、やっぱりチャンピオンチームでしたしね、精一杯ゲームできたと思います。